そして新戦力の高橋がマウンド上です。ね、アンダースロー、まあ、なかなかこのいない投球フォーム。ソフトバンクからやってきました。ウォーカーとのトレードでジャイアンツに移籍してきています。2019年には12勝を挙げまして新人王にも輝いたことがあります。そして坂本がサードに回ります。先ほどのシートバッティングを終えて守備につきます。高橋君も記者とかに聞くと去年とかやっぱりちょっと制球がちょっと不安定だってことを聞いたんで、はい、でもブルペン見ると結構制球いいんですよね。そうですか、はい、だからそこの3月オープン戦とか実戦を見たいなと思ってね。はあ、聞くとやっぱり去年道組んでいくとやっぱり狙いすぎてカウント悪くしたりとかやっぱ制球がちょっとっていう話を聞いたんで、はい、ブルペン陣結構いいんですよね。はい、で僕は3年前と12勝ですか、した時に、はい、巨人戦ですよね、多分巨人全然打てなかったイメージもあるんで、ね、2020年もリリーフでは52試合ですか、はい、登板しました。そうでしょう、ゾーンだけ入ればまだまだ、まだ年齢も若いですしね、はい、28歳です、はい、そうでしょう、だから本当楽しみではあるなと思ってね。昨シーズンソフトバンク1軍では5試合に投げて防御率が10点台、はいはい、その時たまたま聞いたらなんでやっぱ制球がっていう話をしてたんですよね。フォアボールあとカウント悪くして置きに行くって打たれるみたいなね、はい2軍では昨シーズンは7勝、ね、防御率が 1.24 だったという成績でした。であんまりセリーグもいないタイプのピッチャーじゃないですか。そうです ね。パリーグソフトバンクからジャイアンツ、セリーグに移籍してきました。チームが変わるとやっぱ気分も変わってガラッと変わるピッチャーっていっぱいいますんでね。そうですか、はい、去年の阪神 の左の大竹です、ね、大竹もそうでしょ、はい、ソフトバンクから、はい、そんな風になればいいのかなと期待してるんですけど。そうですね一人その高橋が大竹に続くようなピッチングできるでしょうか、はい、あ、そして受けるキャッチャー山瀬です。大きな声が響きました。そして打席には萩尾。詰まらされました。ショート門脇の前、落ち着いてさばいてショートゴロです。萩尾初球からバットを出していきましたが、全然いいじゃないですか。でもちょっとタイミングが、遅れまして詰まりましたよね、はいはい、アンダースローですからちょっとこう浮き上がってくるような感じなんですかね。そうでしょうね、そうでしょうね、はい、地元沖縄県那覇市出身の大城です。昨シーズンは WBC で世界一にも経験しました、はい、そしてキャリアハイ、ただジャイアンツとしてはリーグ制覇を逃したということで嬉しさそして悲しさどちらも経験したそんな1年だったと昨日は言っていました。今キャリアハイといっても大城君のバッティングが入ったらもう絶対20分は僕打てると思いますよ。まだまだうもう、はい、もういいパワーしてるんで16本ですかね去年ね。そうですね、はい、松井秀喜さんはホームラン30本も打てるんじゃないかと言ってました。去年16本打ってって話したらいやもっと打てますよねっていう太鼓判を押してたわけですね、はい、打ち上げました。上空風はありません。あ、このあたり連携、昨シーズン門脇も話していたんですが、はい、坂本に対してこう自分が取りますっていうのも結構勇気がいったという話も去年ショートを奪った時は言ってましたね。ただここはショート門脇が取ったというところ。そしてアンダースローということですからもう膝は泥だらけという高橋。吉川です。吉川も今一つ首をひねりました。
秋キャンプから新岡ヘッドコーチと何かこうバッティングフォームの試行錯誤も重ねていた吉川。で本当よし、この1番2番もどうなるのかな、楽しみですよね。そうですね、はい、大丈夫ね。今先ほど調子がいい方が1番と、どう思います、ゆうむらさんの話もありました、はい、引っ張って、ファースト岡本、セカンド吉川、ショート門脇、サード坂本、まあ、この辺りの内野陣がもうほぼほぼ固定と言われるようなメンバーですよね。セカンド湯浅がファースト秋広に送っています。今も外の変化球ちょっと沈みましたかね。そうですよね、ちょっと進化気味なんですかね、はいはい、今のところ詰まらされたショートゴロ、そしてショートフライ、そしてセカンドゴロ、はいはい、きちんと芯に当てられた、そんなバッティングは続いてありません。そして丸です。初球打ち、昨日村田さんはこの丸のバッティングフォーム一つ割れの部分ですか、はい、そうですよね、あのバットと顔の近いところをいろいろと修正という話がありました、はい、宮崎キャンプで阿部監督がヒッチしてた時にトップに入る時に近づかないようにしっかりもうちょっと後ろに持っていったらっていう話を二人でやってましたよね、はいはい、失礼しました、阿部監督もまだまだ老け込む年ではないと。そう思います、もう35ぐらいでタイトル取った強打者の人っていっぱいいるんでね、はいはい、17年目34歳という丸です。今年35なんですね。あとノックとか見ててもしっかり動けてますしよね。あ、はい、そうですか、はい、レフトのその肩の部分というところも非常に宮崎では、はい、仕上がってきているという話もありました。僕は普通に考えると秋広君レフト、センター丸君、はい、ライト、うん、オドアはい、何度かなって思ってますけどもね。引っ張った、打球はどうでしょうか。いったでしょう、スタンドに入りました、ね、ちょっと驚いたような表情は丸。グラウンド一周します。今日週末駆けつけた子どもたちからも拍手が送られます。指笛も聞こえます。沖縄セルラースタジアム那覇です。お見事な一発でしたね。ホームランでした、はい、完璧でしょう。ちょっと抜かれ気味なんですけどね、はい、前膝でうまく拾ったって感じしましたね今ね。そして岡本、ただこれは前に出てくるセンター、はい、これつまりですね、松原です、はい、キャプテンの岡本も続くかというところでした。一つその、ま、阿部監督とのバッティングフォームの試行錯誤も含めて状態上がってきてるでしょうかね。ねえ、なんかこうやっぱりそれを意識して変えてるならばこれ、あ、でもちょっと若干この離れてますか、グリップと頭の隙間今あったじゃないですか、はいはい、あれがもうちょっとキャンプ中最初の方が近かったと思うんですよね。そうですか、で丸くも意識してるんじゃないですか、この後ももし改めてその映像が出てきますと村さんにも ご解説いただきたいと思いますが、はい、まずはお声です、ね、小池君も練習ではもういいバッティングしますよね。そうですね、はい、昨日も13スイング中12本が柵越えだったという、そうなんですか、ロングティーで、まあ、ロングティーはあれですけどね、だから いいパンチしますし、まあ、なかなかトップの位置が固定できないのがいつも悩みなんですというふうに言っていたお声です。打ちに行きすぎなんでしょうね。あ、その部分がそうでしょうね、バットのそのトップに変化が出てきてるんですね、はい、でもフリーバッティングなんか見るとやっぱり力パワーありますしね。去年開幕スタメンですから一番先頭でした ね本当そうです。ここは止めたバットに当たってしまいました。
丸のホームランです。この隙間ですか、はいはい、これがもうちょっとこう顔の辺近くに来てたんですよね。ダベ監督がもうちょっと懐を深くということで、はあ、はい、で松井君も言ってましたよ。そうですか、はい、なんか丸はあれヒッチするのは全然いいけど、こうトップがなんかもうちょっと懐深い方がいいけどなっていう話をしてましたよね。で今の打席に関しては隙間があって、はい、しっかりとできていたんじゃないかと、はい、そして打席はルーキーの伊豆口、反対方向捉えたか、レフトこちら向き、長野が掴みました。ドラフト4位ルーキーの伊豆口、今日はサードで守備の練習を行っていました。まあ、セカンドそしてショートを守ることもある伊豆口、そして高橋が投球終了です。村田さん、高橋の投球は丸にホームラン打たれましたが、ね、全然そんなもう一箇所なんでね、あの楽しみですよ実戦ね、はい、対外試合を見たいなという感じます。そうですか、はい、沈むような変化球、そして、はい、あのストレート、あのスライダー、あのシンカーみたいなツーシームと言いますかね、はいはい、多彩な球種見られました、はい、高橋が投球終了したというシートバッティングです。